オーストラリア文学とは、オーストラリアで執筆、出版されている文学である。18世紀に白人が入植し始めた当初は、オーストラリア人は、イギリス文学を読んでいた。19世紀になると、イギリス人が、オーストラリアで小説を発表し始めた。19世紀後半になって、ようやく、オーストラリア独自の書き手が登場した。詩人アダム・リンゼー・ゴードンは、 オーストラリアで最も広く知られている詩人である。教育はイングランドで受けたが、20歳の時にオーストラリアに渡り、シースプレイスモークドリフトや、ブッシュバラーズガルピングライムを書いた。この頃、イギリス英語とは異なるオーストラリア英語が、確立された。バンジョー・パターソンは、オーバーフロー村のクランシーという民謡を書いた。 1850年代にゴールドラッシュが始まると、マーカス・クラークの命ある限りや、ヘンリー・キング・スリーのジェフリー・ハムリンの改装が発表された。20世紀になると新たな傾向が生まれた。20世紀後半になると非白人の作家も登場し始めた。先住民出身のデイビッドユナイポンは、部族の伝承物語を英語で書いた。ジャック・デイビスは、イズコエという詩集を出し、 白人による先住民の同化政策を厳しく批判した。ホアファム、コアドゥー、ナムレベトナム系の作家も執筆活動を続けている。また、1973年にパトリック・ホワイトがオーストラリアの作家としては初のノーベル文学賞を受賞した。また、ピーター・ケアリーはブッカー賞を2度受賞し、現代のオーストラリアの作家として特に評価が高い。 ジョージ・ターナー、エーバートラム・チャンドラー、クレック・イーガンといった SF 作家や、ガース・ニクスといったファンタジー作家、ジュリアン・ストック・ウィンといった海洋冒険作家も登場した。特殊な例として、南アフリカ出身の JM ツ聖が挙げられる。2003年のノーベル文学賞受賞者であり、オーストラリアの市民権を取得している。独自の文学を守るという大義名分のもに、 イギリスやアメリカ合衆国の文学作品に対し輸入規制をかけていて書店では自国作品よりも高い値段が設定されている。ありがとうございます。